皆さんこんばんは、ミサです。はい、ということでですね、今日は気になってたあのシーンのコスメたちをですね買ったんで、そちらを紹介していきます。あとね、なんかバズってたツール系のアイテムがあったんで、そちらも買ったんですけど、それも紹介していけたらなと思います。じゃあ早速買ったコスメをじゃかじゃか紹介していきたいんですけど、下地は買ってなかったかもなんですけど、1個目、じゃじゃん、はい、これシーグラムっていうのかな、シェーグラムというのかな、わかんないんですけど、こちらですね。で、なんかレフィルみたいな感じになってて、こちらをですね、スキンフルエンサーフルカバレッジファンデーションバーム。バームなんですね。こんな感じで、なんかお試しみたいなサイズで売ってるやつがあったんで、これ買ってみたの。色はね、シェルってカラーなんですけど、ちょっと暗いかもしれないけど、のせてみたいと思います。バームタイプなんで何でのせていくのがいいのかなと思って、なんかこうスポンジとこうパフ系両方用意したんですけど、はい。で、次なんかこれも良さそうだなと思ったんですけど、はい、同じくシーグラムで、中身がですね、こちらはサンスクリプトリキッドコントゥアっていう、リキッドコントゥアってものなんですけど、こんな感じで、中がね面白いんだけど、あのランコムのリップシェイカーみたいな感じで、こういうねスポンジ染み込んでて、こうのせたい場所に乗っけていけるっていうもんだけど、ぼかしていくのがしっかりぼかさないと結構リキッド染み込んでそうな感じです。はい、で次がですね、アイシャドウはね結構可愛っぽそうだった、こちらなんですけど、コスミッククリスタルアイシャドウウーと、で中はこんな感じ、はい、結構可愛っぽそうだよ。4色のやつで、ラメとマットがミックスになってますね。これも可愛いよね。これも使ってみよう。そして結構なんかハイライターが可愛っぽそうなの多くて、たくさん買ったんですけど、1個はチークとあのハイライターがセットになってるやつで、グラム101ハイブリッドハイライターブラッシュデュオのビエンナとセビリ読めないですけども、っていうの買ってました。こっちがビエンナ、こっちがなんとかセビリってやつで、なんかちょっとオレンジっぽい感じと、もうちょい赤というかピンク寄りというか、そういう感じの、めちゃくちゃ使いやすそうなカラーでしたね。こちらを買ってみました。他はハイライターだけでも可愛っぽそうなのがあったんで、こういう箱に入ってるパターンのやつなんですけど、モウセハイライター読めないな。これを3種類買ってみたの。なんかこれもすごいね、綺麗っぽそうな感じだったんだよね。さっきのはデュオだけど、これはハイライターだけで、カラー的にはなんかちょっとシャンパンっぽいのと、オレンジ味がかったというかゴールドっぽいのと、あとはピンクっぽいっていう、まあよくあるじゃない、こんな感じのを買ってみました。ピンキープロミス、ムーンビーム、バニラカイユっていうやつなんですけど、ここら辺はね装置してみたいと思います。あとはなんかラメライナーも可愛かったんだけど、はい、こんな感じ、可愛いよね。3本セットになってて、ちょっとブロンズっぽいカラーとシルバーカラーとゴールドっぽい感じ、これも良さそうですね。はい、で、あとはライナーも買ったんですけど、カラーライナーもなんか良さげで、こういう箱に入ったパターンのやつ2つ買ってみたんですけど、この赤い箱の方がファイヤードリル強そうですね。とにかく強そう。これカラーライナーです。こっちはグレーの箱の方ですね。これね、なんかパッと開けた感じでめちゃくちゃ使えそうだったんだけど、こちらフェアリーワンドプレシジョンハイライターペンシル、良さそうなの。これちょっとね後で紹介します。はい、で、あとはチークかな、マットブラッシュ。はい、こういう感じでちょっとグラデーションになってるチークも買いました。ちょっと赤みというか、最近ね赤っぽいアイシャドウとかも流行ってるかなって感じですけど、そういうの買ってみました。あとはこれがリキッドアイライナー。うわ、キラキラー、リキッドアイライナー。私はね2番のブラウンを買ったんだけど、キラ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 ーってなってるから、ちょっと洒落てますねっていうリキッドアイライナーを買いました。で、あと次で最後なんだけど、なんかパッケージがエチュードにありそうなね、可愛い感じのやつなんですけど、何かというと、これセッティングの、ミストみたいなやつで、この中がこんな感じだったの。
なんか可愛い感じだよね。韓国のコスメとかにありそうな感じなんですけど、最後にこれは吹きかけるやつかなって感じなんですけど、これも使っていこうと思います。はい、で私下地を買い忘れちゃった、売ってたのかなってことなので、下地だけちょっとなんか適当に今あるのでやって、バームからつけていきたいと思います。下地はじゃあお気に入りのこのラロポをとりあえず塗っちゃいますね。これは別に何でもいいのだけど、ファンデーションももっといろいろあったかもしれないけど、なんか全部買ってもなーって思っちゃったから、なんかお試しできるサイズだったし、このバームのタイプを買ってみたけど、バームだともしかしたらちょっとあんまり普段使ってるタイプのものじゃないから、私の気に入るタイプじゃないかもしれないけども、まあまあ試してみましょう。はい、ということで塗りましたけども、じゃあこちら行こう。お試しサイズなのが嬉しい。はい、こちらでございます。再度テロップを入れときますけども、シェルってカラーです。フルカバレッジって言ってるので、カバー力がめちゃくちゃ高いのではと思うんですけど、バームだからカバー力高いけどちょっともったりして伸びが悪かったり、あとは崩れやすかったりっていうのがもしかしたらあるかもしれないね。はい、こんな感じで中を開けますと、ここにフィルムがあって、ここを剥がすともう始まっちゃう感じ。あ、始まっちゃった。だからまあこれはなんか専用のケースがあったかもだけど、ない場合はこうやって閉じて使い続けるしかないね。あー、普通まあスルンと溶けて、あー、こりゃカバー力強そうだわ。コンシーラーみたいな感じかも。あ、でも意外と肌に馴染んでるかもしれない。そんなにね、そこまですっごい重いって感じじゃないけど、まあどう乗っけてったらいいのかな。こういうタイプ多いからちょっとこれで乗っけてってみる。取ってみると結構濃いめですけども、あ、すごいね、トントントンってすると結構あれなので、薄付きでやっていきたいと思います。こっち側だけまずは乗っけていこうかな。あ、確かにカバー力はめちゃくちゃありそうな感じ。トントントンって乗せていくとちょっと厚い感じなので色味が濃くなるので、ちょっとぼかしつつというか乗せていけば良さそう。ややシェルは黄みが強めなカラーかなーっていう感じが乗せてみてしたね。まあでもそんなに気にならないか、いつもよりかは少し暗めのトーンかも、私が使うものより。でも色はね結構あった気がしたので、シェルの色味はこんな感じです。はい、仕上がりとしては結構しっかりカバーするっていう感じだから、ちょっとマット味というかセミマット味のある感じ。思ったよりもベタって重いっていう感じはなく、まあ少量で意外と広がるので全然いい感じかもしれない。まあ持ちについてはね、しばらく過ごしてみないと分かんないところではあるんだけど、何でね乗っけていくのがいいかなと思ってたんだけど、これが楽だしいいかもしれないです。手汚れないし、はーい、でも結構カバー力はある気がします。どうかな、なんか案外重くもないし、まあ、重ねてあげるとよりカバー力あって、なんかコンシーラーみたいな感じかもしれない。でも全体にのせてもそんな重くないし、そんなすごいベタベタする感じではないけど、まあ、パウダーはのせてあげたいかなっていう感じは若干する。バームだと油分があるから、これからの季節だとちょうどいいかもね。夏だと崩れやすいかもしれないけど、はい、こんな感じでこれからの時期にはいいかもしれないです。思ったより全然なんかあれだったわ、いい感じだったわ。でちょっとパウダー買ってないんで、パウダーは適当に、はい、いつもの私が詰め替えしてる中身ローラメルシエなんですけど、ちょっとはたいて次に行こうかな。まあ、こんな感じでバーム自体だとマットまでいかない、セミマットみたいな感じかな。程よくツヤは残るんだけど、それだと崩れやすくなっちゃうんで、ちょっと整えさせてください。え、ていうか私リップ買い忘れた、やばくない、基礎中の基礎のリップ買い忘れたんだけど、ごめんなさい、リップは今度買いますね。それか誰か他の YouTuber があげると思うので、そちらを見ていただければ。はい、じゃあどこから行こうかな。アイシャドウ行こうかな。これね可愛いと思うんだよね。普通にめちゃくちゃ韓国コスメで売ってそうっていうか、パケが似てるからそんな感じ。上の2色が結構キラキラで可愛いです。粉感はちょっとしっとりしててカサカサじゃなくて良さそうだよ。でラメは大きめでシルバー系のラメ、ピンクの方にはパープルとか赤とか結構いろんなのが入ってるので、でも乗せてみると色が似てるかもしれないね。マットも発色がすごくいいです。最近本当にプチプラでもさ発色がいいよね。こんな感じになりました、すごくキラキラです。でこっち側ラメのこっち側の方はシルバーラメが入ってるんだけど、こっちはねなんか赤とか紫とか結構いろんなラメが入ってるので、ちょっと
当たる光によって表情が若干違うかもしれないですね。でなんか触った感じの質感的にはしっとりしてるから、そんなに粉落ちもしにくそうだし良さげな感じ。入ってるのがシルバーなんで、こうやってなんか馴染ませてあげると結構シルバーのラメが出てきてというか、そういう感じなんで結構なんていうのかな、華やかな感じに仕上がりそうなアイシャドウっぽい。じゃあ早速のっけてこうと思います。じゃあまずは告知を。すごく華やかな感じになりそう。うん、非常に華やか。こう言ってはあれだけど、ちょっと若い子向けのなんていうのかな、配色というかかもしれないですね。まあ全然使えるんだけど、ナメの感じが結構派手って言ったらあれなんですけど、結構こういう感じ。うん、これはこれで可愛いんだけど。そしたら下のマットも発色がかなりいいので色は乗りますね。うん、うん、発色はとってもいいです。こちらもいい感じです。そしたら締めでちょっと赤みのあるこのカラーを、まあ、最終的に混ぜてったらそんなに派手じゃなくなったけど、最後にトッピングみたいな感じでのっけたら結構派手になっちゃうかな。そしたらこちらのちょっといろんなラメのカラーが入ってるやつをトッピングオン。思ったよりピンクじゃないんだよね。結局シルバーみたいな感じなんだよね。ピンク味はあんまりなんかね出てこないの。シルバーラメの比率が多いのかもしれないんだけど、こう全体的にどちらのラメのやつもシルバー味が強く出る感じがします。あ、若干出てるけど、まあ可愛いかなっていう感じはするけど、結構なんかシルバーのラメってやっぱ私動画で何度も言ってるけど結構華やかじゃないですか。ゴールドの方が意外となんかこう馴染む感じだから、結構主張はあるかな。のせ方注意って感じかな。まあ別に全然いい感じで使えるかなっていうところだけど、ちょっと使いにくいと感じる人もいるかもしれないです。結構ラメは華やかめかなっていう感じです。あと両方のカラーがちょっとなんか手に出した時はあれだったんだけど、ブラシでのせるとちょっと似てます。評価的にはまあまあかな。マットのカラーはすごく発色が良くて使いやすかった。まあ、年齢的にというかもう私がするメイク的に好きなのかっていうところでちょっと評価しちゃってるんですけど、まあこんな感じです。はい、じゃあそんな感じで次は何使っていこうかな。アイライナーがそうあったよね。でカラーライナーはちょっと今日のこのアイシャドウの色に合わなそうだけど装置したいと思います。このカラークラッシュってやつのね、レッドファイヤーだっけ、すごい名前だったよね。ファイヤードリルだった。あ、もっとすごかった。こちらはですね、あのオレンジっぽいカラーなんだよね。でもこれすごい可愛いの。フェルトタイプで結構しっかり面出て、これマジで落ちなかったですね。昨日一回だけ装置したんだけど全然落ちなくてびっくりしちゃった。すごく可愛い色ですね。うん、いい感じ、アクセントになりそう。でもう一色買ったグレーのやつの方がカラーネームが Call Your Mom。What? ってものなんだけど、こっちは白です。こんな感じ。白もねちょいと乗せるのも流行ったりすると思うんですけど、このカラー系のやつは本当にあの発色がすごく良くて、でフェルトの感じもねすごいあの細く描けるんですよ。このフェルトいい感じ、すごく描きやすいですね。なので良さそう。まあオレンジだったりとか白だったりとかちょい足するとねメイクの雰囲気があるからいいかなと思うんですけど、このアイシャドウにはちょっと今日は合わなそうだから使わないんですけど、これねなんかすごく落ちにくくて良さそうでした。であとはじゃあ普通のリケントハイライナー、これはブラウンのカラーだったんだけど、グラデじゃないんだけどラーメンみたいになってるやつで、ね、ちょっと待って、でもやっぱり作りはちょっと1回目なんだけど開けるの少し作りはこういうところはあるのはまあご勘弁をって感じかもしれないけど1回目からここ取れちゃうかっていう、まあ品質に関してはまあそんなくらいこう取りましょう。もしかしたら旅行用サイズにしてくれたのかもしれない。これはでもね私が大好きなデジャブのアイライナーみたいな感じで、ここが少し短いんですよね。これもフェルトなんだけど、うん、細いのも描きやすいですね。うん、なんかちょっとだけにじむかもしれないけど、こすっても落ちにくそう。こんな感じの焦げ茶ですね。
書いてみようかな。すごい細い線が描けていいね。フェルトタイプでね、こんなになんだろうな、筆先が短いのってあんまりないんですけど、筆先が短い方が跳ね上げだったりとか、あと細い隙間を埋めるみたいなことってすごいしやすいから、私あのデジャブの紫のさやつに出会ってから、あ、短いとすごい描きやすいなって思ったんだけど、すごく描きやすいです。この目の元に描く分にはにじみは特に感じないかなっていう感じです。うん、いい感じ、普通にいい感じ、描きやすいです。フェルトより筆の方が好きなんですけど、こんな私でも使いやすいっていうやつですね。うん、普通にいい感じ。まあね、ちょっとスパッと抜けちゃうみたいなところもあったけど、まあ特に書く分に問題があるところがね、作りが荒かったってわけではないですけども、はい、そんな感じです。ということでアイライナーまで行ったんだけど、下まぶたに使いたくて買ったっていうのもあったんだけど、これがねすごい良さげだったのね。はい、これ人気出そうな感じがしたんだけど、こちらがハイライターペンシルで、これもカラーがあったと思うんだけど、はい、こんな感じで、ちょっとなんかなんていうのかな、ピンクっぽいローズっぽい感じのパールで、すごくいい感じ。あ、でも出してみるともうちょっと肌なじみのいい感じのカラーだね。ここに出したんだけど肌なじみが良くて、近くで見たらパール感を感じるんだけど、思ったより控えめかもしれない。なんかさっきのアイシャドウのラメとかが結構シルバーって感じのラメって感じだったんだけど、これは意外と控えめで使いやすそうです。ちょっとのせてみよう。結構細いし使いやすいかなって感じ。まあでも下まぶたに使うならもうちょっと なんていうのかな、シャンパンっぽいカラーの方がメジャーな感じかもだけど、私はこの色すごい好きですね。もうちょっと明るい方のカラーでも全然なんかギラついてるって感じにはならなくていいかも。馴染みのいい感じでちょっと控えめにラメりたいって方だったらこちらの色いいかもですけど、これ物としては良さそう。まあなんかこういう系だともうちょっと芯が柔らかいものも多いけど、こちら少し芯は固めとまではいかないんですけど、少ししっかりめの感じかな。そんな感じ、全然ありかなっていう感じ。まあでも目立たない、そんなに目立つ色味ではないかも。はい、って感じです。あとすごいフィット感があって崩れにくそう。さっきのねアイライナーもそうなんだけど、結構擦れとかには強そうな感じなので、良さそうですよ。はい、ってことで、じゃあ次はチークハイライターなんだけど、チークとかハイライターを結構たくさん買っちゃったから、何使おうかなってところなんだけど、まあまずは掃除していくか。でこの手に落とそうと思うんだけど、なかなかねクレンジングシートじゃ落ちないんですよ、さっきのカラーライナーとか。 OK、 じゃあまずはこっちのシリーズからいこうかな。こっちのハイライターのシリーズ、バニラカイリ、あー私好きだよこれ。ちょっと偏光パールっていうピンクっぽいパールが入ってんだ、これ可愛いじゃん。結構粉感はしっとりまでいかないけど、少ししっとりめで非常にいい感じです。でもなんか触り心地が全然違う。このバニラスカイルってやつはなんかちょっと粉っぽい感じなんだけど、お隣のこちらのムーンビームみたいな方はセザンヌとかから出たデュオのクリームハイライトあるじゃん、あんな感じですごいしっとり、なんか物によって質感が全然違いますね、面白い。でこのピンクプロミス、ちょっと粉感ある感じ。なるほど、ちょっとこれは表情が違うので意外と違いました。はい、ってことで今出してったんだけど、わかるかしら、まあ、どこもツヤツヤしてるなーっていうのわかると思うんですけど、こちらからバニラスカイルみたいなやつ、これちょっと黄色っぽいというかに見えるんですけど、中に入ってるのがオレンジというかピンクというか、そんなパールなのでちょっと表情が違う感じ、素敵ですね。あんまりない色味、私これ好きです。はい、でこれはでもカサカサってまでいかないけど、少し粉って感じで、こちらの真ん中のムーンビーム、はい、ムーンビームはかなり、なんだろうな、ハイライトとして使った時にすごくなんだろうな、キラーンっていうハイライトになると思う。で中に入ってるのが結構シルバー、まあそれ以外も入ってるんだけど、シルバーが強めな感じなので、華やかだしすごくハイライト入れてるっていう感じのメイクが好きな人はこれが好きそう。そしてなぜかこれはちょっとプニプニするぐらいしっとり系な感じのものになってるので、質感が全然違います。さっきのもうちょっと粉っぽい感じで、セザンヌのみたいなしっとり系。
そしてこのピンクプロミスの方はもうこれはもうほんとピンクって感じ、こちらに載せたんですけどもピンクって感じで、中に入ってるのがこちらもシルバーなので載せた時にこれも結構華やかさが出るタイプのやつですね。うん、馴染み度で言うと一番最初のバニラなんとかが一番抑えめ、結構こことここはいい勝負で結構華やかさです。でピンクもちょっと粉っぽい感じなので、なぜか粉っぽいとまではいかないよ、粉っぽいとまではちょっと語弊があるんだけど、ピンクとバニラはもうちょっと粉、ムーンビームは少しウエット系です。少しというかかなり、こう伝わるかな、なんかこうプニ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 っていうぐらいウエットですね。これを同じ系統の種類として売っていいのだろうかっていうぐらい質感の触り心地は違いますね。私はでも色味的になんかこのトムフォードのアイシャドウのクリームがあるんだけど、それのスフィンクスってカラーが私大好きなんだけど、それにちょっと近いものを感じるようなパターンで、これは素敵だと思いますね。オレンジメイクとかに特に合いそうな感じだし、今日もう一個の種類触ってみて決めるけど、これ使いたいなと思っちゃいました。はい、で続きましてこちらもハイライターあるしチークもあるから紹介してっちゃうんだけど、グラム101っていうシリーズね。こちらデュオなのですごくね、あのお得感があるやつだと思うんですけど、ビエンナ、これ 女の子のお名前がついてるのかな。はい、上がこんな感じの砂漠と下がマットなフラットな感じなんだけど、下のカラーもすごく使えそうだよね。あ、上はもう完全に結構見た目通りゴールドっぽいというかブロンズに近い感じなので、お肌のトーンが結構暗めというかそういう方が似合いそうな感じ。色がすっごい白いお肌の人だと結構浮いちゃうじゃないけど、そういう感じかもしれない。あとチークの方はなぜかマットのカラーがそんなに色が薄付き、あえてなのかな。さっきの前アイシャドウのマットとかってちょっと手につけただけでもかなり手に乗った感じがしたんだけど、ほんわりつくので、逆に言うとチークって一気につけすぎてわってついちゃう時あるけど失敗しにくいかもしれない。はい、っていう感じでこちらがビエンナ、上が結構しっかりブロンズっぽいカラーがついて下はほんわり、下の色はすごい使いやすそうですね。はい、でもう一個の読めないの、こっちはもうちょっとピンクっぽい感じなんですけど、はい、これもすごい使えそうだね。ハイライトのカラー的に言うとさっきのよりかは少しなんか明るめなんだけど、すごいシルバーラメが強そうな感じがするので、こっちの方がさっきのハイライトよりもやっぱりより華やかに見えるかもしれないね。待って、上同じ色かな、こう見ると少し違く見えるんだけど手にのせると一緒っぽく見える。結構これもブロンズというかそういう感じのカラーで、下のチークは少しローズ味ですね。やっぱりさっきのに比べると。わかる？ほとんど変わんなくない？なんか結構派手でブロンザーって感じかな。はい、ちょっと多分これをハイライターとして使うと結構私肌のトーン暗めな方ではないから結構浮くかも。なんならなんかチークの代わりにこのハイライターでババンってのせちゃったりする方がいいかもしれない。オレンジメイクだったらそれでもすごい可愛くなりそう。下のチークは全然なんか結構どんなメイクでも合わせやすそうな感じで、こっちのピンクの方が需要が高いかな。私こっちも好きだけど、両方ともすっごい可愛い色ですね。なるほどなるほど、上のハイライトはちょっと私がデイリーで使うというよりは夏なんかちょっとなんかヘルシーな感じでメイクしたい、オレンジ使ってメイクしたいふーって時に使えないハイライターな感じだから、やっぱりさっきの方がさっきのやつの方がデイリー使いには好きかもしんない。結構色がついてるね。はい、であとはもう一個チーク買ったやつね。はい、これなんだけど、このねグラデーションの感じすごい可愛いよね。これ見て思ったのがエクセルで同じようなやつが出てたね、グラデーションのね、そのカラーに大変に似ております。はい、なんかリップだったらカシス系だったりとかそういうのも合いそうな感じなので、すごいね秋冬で可愛い感じのカラーっぽいじゃん。まあでもこっちのチークもあれだね、あの割と発色自体はふんわりしてくれる感じで割りそう。今一生懸命指でこれ取ってるから濃く見えるかもですが、割とふんわりそう。まあなんか3段間ぐらいで取ってみるとこんな感じですね、濃いとこから。まあだから濃いところ取るもよし、全体的に混ぜて使うもよしなんだけど、まあ基本的には全体的にふわっと混ぜて使うっていうことだと思うんだよね。ライトウェイトマットブラッシュ、マットですね。混ぜてみた場合すごい、結構こうすると粉がかなり出ちゃうので気をつけてください。案外ブラシでのせるとのらないね、ふんわりだわやっぱり。
こんな感じ。秋っぽい感じだね。はい、難しいところですね、どれを使うかが。とするとだよ、私このハイライトが気に入ったのでこれを使おうと思う。で、チークはさっき腕にのせたこっちのカラーがいいかなと思うのね。なのでセビルみたいな方を使っていこうかな、チークは。はい、ということで、じゃあこっちのチークをまずは、普通にすごく使いやすいカラーです。いい感じ。結構クルクルしてるうちに色がついてきた。つけすぎ注意。はい、でハイライターはさっきのこれを使いたいと思います。これほんとかわいい、多分。でもこれはね、オレンジメイクの方が合うかなと思うんだけど、まあ、そこまでゴールド感の主張が強くないので、お気に入ったので使ってきます。こんな感じ。一体いろんな人がさ、買ってみてこう使うじゃん、きっと。このシーンのコスメを何が人気になるならね。ちょっと今の私にはギラつきすぎてるっていうものもあるかもしれません、正直なレビューとしてはね。はーい、そんな感じでいい、好きです。そうしたらほとんどのものは紹介しきったんだけど、最後このラメをちょっと目元にトッピングしていこうかな、せっかくなんでね。私シピシピとかもねすごい好きで、クレナちゃんのよく使ったりするんですけど、このね中だったら、まあ私よく使うのはやっぱこういうカラーなんですけど、どっちがいいかな。こういう感じなんだ、グロスみたいな感じ。まあシルバーはがっつりシルバーなのでちょっと使いにくいかな。まあポンポンポンってやる感じだったら使いやすいかも。はい、こういう感じになりました。シルバー、なんかピンクゴールドとかブロンズっぽいのゴールドってことなんだけど、はい、がっつりシルバー、これが割と使いやすいかな。で、これがゴールドって感じなので、ちょっとブロンズっぽい真ん中のカラーをちょっとだけのせていこうかな。案外つかない、やっぱブラシの方がこういうのって塗りやすいかもしれない。でもまあまあまあ、改めて分かったけど、やっぱりこういうラメはブラシの方がつきやすいね。まあ、程よくつくって感じかなね。はい、キラキラキラ。はい、こんな感じで、眉毛は後で描くけど、あとこれじゃん、これ忘れてた、私もっと早くやんなきゃいけなかったんだ。コンテュアジューシーシェーカーみたいなやつ。おおおお、これは気をつけないと相当つきますよ。わお、あ、でも意外とぼかしていくと薄くなるから、こうやってちょっと絞りつつ出したらいいかもね、こう出すときね。でも形状的にはすごくフィットしてさ、良さそうじゃない。でも事故る可能性もあるよね。てかごめんなさい、ほんと順番間違えてた。こいつが端っこに行ったがゆえに私全然こいつの存在に気づかなかった。やってみようか。おお、でもなんかこう狙ったところにさ、こうしっかり、これをスポンジでぼかしていくということよね。じゃあこれをちょっとトントコしていこうかな。トントコトントコ、意外といい感じなのかな。あ、意外とそんなに、なんていうのかな、濃くないというか、あと意外とファンデをそんな邪魔しないかもしれない。水性絵の具みたい、なんかちょっと太いから小鼻のあたりとか気をつけて塗せないといけないけど、まあ思ったよりそんな事故にならずに、もう少しこのチップがちっちゃくてもいい気するけどね。ここはいいんだけどさ、ここら辺やるときにギュンって、まあ力を入れて押したからいけないのかな、サッサッスッって使うのがいいかも。あんまり力入れると結構幅広く乗っちゃうんで、でも指とかで全然ぼかしたりできるから案外使いいいかも。色味的にもなんか変に赤みがなくてね、なんかノーズシャドウ入れるやつってたまにさ、アイブロウのパウダーの3つのうちの一番明るい色とか使ったりする、なんかちょっと変に赤みがあったりするから合わない時あるんだけど、色で言うと私がいつも使ってるセザンヌのウォームトーンの色とかに全然近い感じですね、これなんで。はい、最初慣れてくるまでにあれかもだけど、案外悪くなかったかなここら辺がなんか重く茶になった気がするけど、ちょっと初めて使うのでね、使い方が下手ですけど、
はい、そんな感じで、これを最後にかけたいのだけど、なんかちょっとでもドロッとしてんだよ。あ、でもすっごい切り細かいわ。いきます。うん、偽物のイチゴの匂いがする。なんか韓国コスメで結構ありがちな偽物のイチゴみたいな匂いがする。おもちゃみたいな。はい、でもこれでフィックスミストみたいな、こういうジェルタイプで出てくるとなんかフィットって面白いね。なんか多分ちょっと保湿成分が多めに入ってるってことなんじゃないのかな、ジェルタイプだからって思うんだけど、はい、フィットしつつ保湿もしてくれるのかっていうのはちょっとまたしばらくね、立ってみないと、ここ濡れてないわかんないんで、ちょっとそれは見てみなきゃいけないですけども、どうでしょうか。ちょっとマスカラと眉毛がまだなんだけど、意外といい仕上がりになった気がするんだけど、まあこれ私の趣味の問題なんだけど、シルバー感が結構強いのはあんま好きじゃないから、別の色にすればよかったかな。なんか全体的にゴールドっぽいラメ感のもの少ないね。意外となんか最終的にシルバーっぽい輝きが前面に出てくるものが多いんだけど、まあでもね、案外全然良かったかな。なんか意外だったのはバームが案外良かったってこと。結構もっとなんかすごいやつかなと思ったんだけど、ファンデが結構いい感じな気がするんですよね。はい、ちょっとこれまた時間経ってみての感想も入れようかなと思ってるんですけど、こんな感じです。はい、というわけで眉毛も描いて仕上げましたけど、こんな感じです。はい、ツヤンと感がいいですね。ってことで、まあ使ってみた私の推しはこのハイライターだったかな。私はこれが結構好きだったんですけどって感じでしたね。まあアイシャドウは好き好きあるので、ちょっとシルバーラメ感がなんかちょっと私のあまり好きなタイプじゃなかったんであれだったっていうのはあったんですけど、案外ファンデーションもなんかそんなにすごく崩れる感じじゃないし、バームだけど、でカバー力も私良かったかなっていう感じだったで、全部のね値段を見てみたんだけど、あと意外とおもろいな、使えそうと思ったのがこれね、コントゥアのやつだったんだけど、これが591円で買った。まあここら辺も400円で、このねハイライトのペンシルも350円だったんで、300円とかだったら全然ありかなと思っちゃった。日本のプチブラより安いもんね。でこのデュオだって400円ぐらいだったよ。うん、あとねこれちょっと衝撃的なあれなんだけど、私リップ買ってないなって思ってたんだけど、圧倒的にリップ買ってたんだよね。買ってたんだけど入ってなかった。多分しかも入ってなかったものが3つあって、リップもリップオイルとリップバームとアイブロペンシル、リキッドハイライター買ってんの。めっちゃ入ってなくない？え、これ何？なんか今在庫なくなっちゃって後から送られてくるとかじゃないよね。いや、なんかちゃんと全部開けて確認したんだけど、すっごい、はい、入れ忘れがすごいから、皆さんももし買ったらちゃんとあるかどうかチェックしてほしいんですけど、私コスメ買ったものが結構入っていなかったです。というのも最近もしかしたらこのシーンのコスメが出たから、多分集中的にこうなんか注文がもしかしたら多いから入れ忘れちゃったのかなとも思ったけど、それにしてもちょっと入れ忘れすぎじゃないかっていう気もしないでもないぐらい入ってなかったので、もしかしたら今後届くのかな、多分届かないと思うんだけど、はい、なんかちょっともしかしたらそういうこともあるかもなので、ちゃんと注文をチェックしていただきたいなと思います。いや、ちゃんと全部開けてみたんだけどやっぱりないのよ。私まさかねリップを頼んでないわけないなと思ってたんだけど、自分の注文履歴見てたらそうなってたので、ちょっと皆さん気をつけてください。ということでコスメのターンは終わりなんだけど、バズってるアイテムとか最近なんかシーンで人気のアイテムも買ってみたから、最後それをちらっと紹介していこうと思います。まあ全部あのビューティー系のツールのものなんですけど、1個目こちらです。はい、これケースなんですけど、私ね先ほどパウダーはたく時にこのマミュ使いましたけど、これねケースだけで販売していて、詰め替え用っていうのかな、でパフが結構しっかりめなののがついてて、ここの蓋を開けるとネットがあって、ここを開けて自分の好きなパウダールースを入れるとオリジナルの持ち歩きしやすい厚さの鏡もついてるやつだよっていうやつで、すごく人気が出たと思うんですけど、同じようなタイプが実はシーンでも出ていて、それがこれなんだよね。ここがもはや鏡にしっかりねなるかなっていう感じなので、中が鏡あるんですけどなしでもいいぐらいのそんな感じです。でパフはついてるけど、これは結構薄くて、しっかりさで言ったら全然マミューの方がしっかりしてるんですね。すごい薄い感じですね。でまあ同じような感じのネットだけど、ネットもなんか張りが弱いからどうなんだろうな。一応こっちの方だとクッションファンデーションみたいにここが蓋になってるから出てこない仕様にはなってるんですけど、まあね上にこのパフを乗せてるから出てこないとは思うんですけど、中蓋みたいなものはないです。
まあでも簡単に外せてここで追加できてっていうことなので、まあよりこちらの方が薄いのかな、そんな変わんないね、薄さは変わんないので、やっぱしっかり具合で言ったらこっちのタイプのものの方があれですけど、すごく安かったんだよね。これいくらだったか、247円で私買ってるので、はい、すごく安くていいかなとは思います。まあ作りはね、少しやっぱりクオリティ的には下がっちゃうところはあるんですけど、はい、持ち歩きにすごく良さそうなんで、これもね結構いいかもしれないです。はい、続いては最近流行ってるのが、これなんか別にただのケースで買ったんですけど、綿棒とか入れるやつ、中に2種類買ったんだけど、最近小鼻周りとかねやるのにこのちっちゃいクッション流行ってるじゃないですか。2種類あったから買ってみたんですけど、結構いい感じ。うん、こういう細いところね、お直しに使ってもよし、これでクッションファンデーションつけてこうつけてもよしってことで、ちょっとね流行ってるかなと思ったんですけど、2種類売ってて特にそんなに差はなさそう。7個でこのケース付きか、結構これはケースなかったんですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個でバラカっていう違いなので、そんなに物の違いは触ってみたら同じっぽいね、色の違いぐらいだったので、はい、そんな感じでした。まあ、これは普通に綿棒とか入れようと思って買ったケースだけど、はい、ケースも買いました。はい、続いては私容器マニアというか容器が好きなのでいろいろ買ってみたんですけど、1個目こちら、これねめちゃくちゃ残念だったんですけど、これで2個セットになってて、こうグロスみたいな感じなんだけど、こうネイルオイル的なのを塗って、ブラシじゃなくてチップタイプでもこう塗りやすいかなと思って、どういうのにね詰め替えたりしたらいいのかなと思っていろいろ容器とかを買ってみてるんですけど、やっぱりなんかちょっとお安めの容器だからか、蓋が1回こういう風になるとカチッって戻らないやつがあるんですよね。こういうタイプだとしっかりカチッってなってね、正面向いてくれる、蓋が正面向いてくれるやつあると思うんですけど、お安いのだとこうやって なんていうのかな、綺麗に戻らないので、そういうタイプだったからあんまり好きではないんですけど、まあなんか詰め替えたりしてみてもいいのかなと思って買ったけど、これはあんまり良くなさそうな感じですね。はい、で次のボトルはまあ同じようにネイルオイル以外でもなんかオイルとかね、ココナッツオイルとか例えば買ったらどうやって使おうかなみたいな、髪の毛に使ったりボディ塗ったりいろいろね使い道があったりして、なんかそういう風に、ね、使ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、そういう方にもいいんじゃないかなと思ったのは、主にネイルオイルなのかしら、ボディオイルなのかしらと思ったんですけど、ここがボール状になってるので出てくるんですね。でちっちゃめでこんなこういうコロンとしたタイプ香水とかでもこういうタイプあるけど、こういうコロンとしたタイプだとなんかオイル系のものが多い印象。ここのところをこう外していただくとそういう風にボールで使えるのがあるので、なんか大きいボトルのものを詰め替えたりとかして使いたいっていう場合はこういうのも良さそうですよね。はい、じゃあ次はですねこちらです。はい、これはなんかファンデーションを詰め替えるやつらしいんだよね。面白い、こういう風に出てくるんですけど、まあ下地でもいいかなと思うんだけど、ここを外してもらうとこう真空みたいな感じで、こう何下が上がっていく感じで出るから、前はコンシーラーみたいなやつの詰め替えでファンで詰め替えてもいいのかな、旅行持ってくときって思ってたんですけど、ファンデ良かったんでこっちの方がいいなと思って買いました。やっぱりなんかブラシだとブラシがちょっと汚れていくのが気になるっていう方もいるんじゃないかと思うんですよね。やっぱ塗るとき肌にのせるから、そういう方にはこういうね、ここの先端の穴から出てくるんですけど、こういうファンデーションタイプもあったので、はい、なんかこういうタイプでちょっと詰めて替えていくとちょうど使い切ってこれるぐらいの量で詰め替えられるかな、小スペースになるかなと思うんで、はい、ファンデ終わったんでこちらも良さそうですね。で次の容器はまああんまりやらないと思うんですけど、瓶が3個セットだったんですよ。で瓶でジャータイプで3個セットで、これガラスになってるんですけど、こう遮光タイプなんですよね。でビタミン C 系のアイテムとかって、あのオバジとかを見たら分かりますけど、遮光になってるじゃないですか。やっぱビタミン C 系が入ってるものはなんかやっぱ安定性的になんかこう壊れやすいというか、成分が乾いちゃやすいというか、そういうものだから遮光してたりするけど、なんかそういうタイプにはいいのかなと思って買ってみたんですけど、そもそもそういうタイプだと移し替えたりするのはあんまりよろしくないから良くないかなと思ったんですけど、なんか遮光タイプもあるんで面白いなと思って買ってみたっていうやつです買ってみたやつ、わかんないけどね。はい、次はね、バウムみたいな感じ、同じようなジャータイプなんだけど、すりガラス式でナッパ蓋があって、で蓋がね、これプラなんだけど木みたいな感じの木目調のプリントになってるんですけど、こんなのもありました。でこういうちょっとおしゃれな感じの詰め替えもあったんで、なんか最近も旅行行くとき詰めて帰ってこうかなと思ってたんで、おもろいやんと思って買ってみたやつです。はい、次はね
ですね、これもなんかレビュー通りだったなと思ったんですけど、ブラシ入れてくやつ、こういうブラシってやっぱりただただポーチに入れちゃうとなんか変な形になっちゃったりするから、ケースに入れたいなと思ってて、こんな感じでここを開ければね、こういう風に入れれるよっていう、そういうタイプのものなんですけど、結構やっぱレビュー通り長いですね。これぐらいの長さがあるので、こうなってくるとちょっと便利なのか分かんない、もうちょっと短くてもいいのかな。これがフルで長いやつで、ローチーローザとかそこら辺だとこれぐらいの長さなんですよ。なのでもうちょっと丈が短いというか、高さが少ないでもうちょっと入るみたいなやつがあるといいかもしれない。次はですね、こちらリップのラップみたいなやつ。皆さんもスリーピングパックとかでリップにしたりとか、まあ普通にリップをたっぷり塗って寝たりとか、唇が荒れた時するんじゃないかなと思うんですけど、そういう時に使えるじゃんって思ったの。しかもこれね、何枚入ってんのかな、これこんな感じになってるんですけど、真ん中にちゃんと穴が開いてるんですよ。なのでこういうこと、ストローだったら飲めそうっていうやつです。意外といいんじゃない。なんか穴が開いてないやつってあるけど、穴が開いてんのって案外ない気がするんだよね。なんかこれ取り出しやすくはないんだけど、はい、いいんじゃないでしょうか。何枚入ってんだろう、結構入ってる、100枚くらい入ってそう、良さそうはい、案外いいんじゃないかなと思います。安いし、これいくらだったっけ、すごい安かったよ。まあそんなにそもそもねコスト高そうなもんではないけど、108円、いいじゃないですか、1回1円ぐらい、最高ですね。はい、っていう感じ。あと次これです。はい、これ香水のやつね。香水のあの大きい瓶からちっちゃいボトルに移すときに使うやつで、上の頭のところを取ってこれをつけてこうボトルの中に入れるっていうやつだったんだけど、何個か入ってるので違う匂いの時にはね、違うやつを使ってって感じでできるのでいいかなと思います。次で最後だけど同じような感じ。はい、ロールオンタイプ。私香水もまあこういうちっちゃいロールオンだったりちっちゃいスプレータイプのやつが好きなんで買ったんですけど、ね、漏れないからちょっとまたこれも詰め替えてみないと分かんないのでやってみたいと思うんですけど、なんかこう何こういうオイルつけといて、あーストレスにいいみたいなやつもあるから、なんかお気に入りのオイルがあったらね、そういう風にちびっこバージョンにしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、今回はこんな感じでまあコスメメインで紹介してたんですけど、まさかのコスメが4つぐらい入ってないという大惨事もしかしたらね、 YouTuber で他にもレビューしようと思って買ってる人いるかもしれないですけど、来ないやつがあるかもしれないから注意してください。まあ私的には意外とね、このコントはもう上手に使えれば良さそうだったのと、ハイライターのこちらが好きだったかなっていうのがあったんですけど、まだたくさんね商品あったので、もしみんなもね気になるなと思ったら、案外いい感じっていうやつと、まあまあっていうやつがあるかなと思うので、チャレンジして買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。というわけで今日は久しぶりのこんな動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。